島第一原発も含めた冷却水の取水不能、冷却施設の設備の機能喪失が起きて重大事故に陥る危険性というものはすでにもう4年も5年も前から指摘をしてきましたし、東電にも直接申し入れもしてきたわけですね。それで、その点ではこの責任というものは非常に東電にとっても重いし、まあもともと尾本参考人は東電にもいらっしゃったということでありますけれども、そういう点では事業者は今回の事業を受けて事故を受けてですね、なおその当時の知見において限界があったとこういうふうに言えるのかどうか、私たちの指摘をなぜ聞き入れなかったのか、このあたりについてどうお考えですか。尾本参考人。記憶を頼りにして言わざるを得ないところがあるんですが、津波に関しましては設計指針の中で津波を考慮すべきことというのが当然書いてありまして、もともとの設計においては地理津波を想定していたというのが事実だと思います。しかしながらその後奥尻島等を襲った1983年ですかねの地震等に鑑みて、土木学会において津波に関する考え方を変えなければいけないのではないかということで指針化の動きがありました。原子力、土木学会の原子力土木部会であるというふうに記憶しておりますが、そこが2002年に、ガイドラインを出しまして、そして、いろんな領域で地震が起きるということを想定して、そして不確かさの解析も行って想定する津波をそれぞれ決めることというのが出ておりまして、それに従って各電力さまざまな対策を取ったというふうに記憶しております。例えば東京電力におきましては取水ポンプの位置のかさ上げ、そして今ご指摘にありましたように引き波に際してのポンプが水を引くの十分能力がなくなってしまうということを考えて、そういう場合には大きな循環水ポンプをトリップさせる等々の対策を取っておりますので、ご指摘の懸念というものは考えられていたというふうに考えております。しかしながらその土木学会の指針では、私の記憶するところ、先ほど言いましたようなさまざまな震源域を考えてモデルを作って想定して、それが過去の津波の起用歴、このデータベースに照らしてそれを十分包括しているということを確認しているという記述があったというふうに思っております。すなわち過去を経験したものをすべてカバーしているという想定であるというのが当時の知見であったというふうに思っております。残念ながらその結果福島におきましては 5.7 メーターという高さで、今回は14メーターあるいは15メーターというふうに言われておりまして、その2002年における想定ということに土木学会の指針に従った算定という点においてはその当時の知見を最大限に生かしたものであったというふうに記憶しております。これは私の記憶でありますので、具体的にはきちっと事故調査委員会で、精査して確認する必要があるところだと考えております。以上です。宮本武史君。時間なんですが、もう一問だけお願いしたいんです。先ほど大場参考人からも規制機関とですね、そして推進機関と分けるという話が出ましたが、これは我が国も批准している原子力の安全に関する条約第8条で国際的にも定められていることなんですよね。ここは本当に今回の問題での一つのポイントになると思うんですが、最後にこれは近藤委員長にですね、やっぱりこれきちっと分けるということについてどのように受け止めるかお伺いして質問を終わりたいと思います。近藤参考人。ご指摘の点、全くおっしゃる通りと思っています。私は国民の皆さんダブルチェックということで何か一生懸命やっているふうに思うんですけれど、しかしそれは科学は事実は真実は一つですから、そこへ英知を結集して正しい判断をし国民に説いていくと、これが本来の行政のあり方というふうに思っていまして、私は規制機関は一本化する、そこが常にその問題クエスチョニングが続いています。いつも問題がないかということを絶えず問いかける姿勢を維持しつつ、正しい周知を集めて正しい判断をするべく心がける、これがエッセンスというふうに思っています。ありがとうございました。終わります。Yeah.
宮本君の質疑を終了いたしました。次に安倍智子君。安倍君、はい、社会民主党の安倍智子です。本日は委員長をはじめ各委員の特別のお取り計らいによって、この現象